お待たせいたしました。市民球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の小野、対するバファローズの先発は右の本田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の小野、マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは平野。第3球を投げました。あっと引っ掛けた。フラフラっと上がった。サード落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番田代。第3球を投げました。打ちました。片山下がっていった。ヒットになります。田代、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号67。第2球打った、流し打ち、クリーンヒット、ライトからサードへ。中川、ナイスバッティングです。タイガース先制のピンチを迎えます。投球は3球目、投げた、打ちました。三塁ランナーホームに帰ってくる。ボールはファーストへ。バファローズまずは初回先制、1対0。ランナー1人を置いて迎えるバッターは西村。背番号25。投球はこれから3球目、合わせた、ファースト、これは守備範囲内、アウト。片山、一塁キャンバス踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、タイガース先制点を奪われています。バッター、遠藤。遠藤、背番号45。第9、真ん中にストライク。初球ストライクから打った、痛烈な当たり、取りました。これで2アウト、ランナーありません。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは西野。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、入れば同点だ。ライトバックしていった、ヒット。西野、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。トング、背番号44。一塁へ牽制球を送ります。投げた、打ちました、三遊間の当たり、サードから二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。バッターは8番勝俣。背番号0。第9、流し打ち、どうだ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対1、タイガース1点リードは変わりません。タイガース追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で遠藤、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球打ちました、ファール。第3球は危ない球。次が4球目、高め、ボール。次が5球目、マシンで捉えた、抜けた。藤田、一気にホームへ。バックホーム、間に合うかどうか。タイガース2点入りました、4対1。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日は安打を放っています、バッターの板山。第9、投げた、ストライク。第2球、投げた、外角低め、見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げました、外角高め、縦のスライダー外れてボール。第4球を投げました、打った、セカンド左抜けるか、アウト、スリーアウトチェンジ。2回が終了しまして4対1、タイガースリードを3点としています。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはゲン。次は5球目、投げました、打ちました、遠藤取った、一塁へ送る、アウト、ゲン、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打った、これはサード真正面、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは田代。第9、初球流し打ち、サード右抜けた、
田代ナイスバッティングです。右バッターボックスは3番中川、第9打ちました、引っ掛けた、このボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁、3回の表が終わって4対1です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは北、最初のバッターボックスは打った、ピッチャーライナー真正面、これでワンアウト、ランナーはありません。打ちました、あっと右中間、どうだ、これはヒットになります。西村、いいバッティングを見せました。バッターは6番西野、今日2度目のバッターボックス。第9投げました、初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。ツーアウトランナー二塁に変わります。投げた、打ちました、片山バックしていった、西村三塁回った、二塁ランナーホームイン、バファローズ点差を3点に縮めました。リプレイをご覧ください。バッターは8番勝俣、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。おっと、これ当たった、デッドボール。さあここは抑えたい場面、バッターは源、最初の見逃し三振、小野ナイスピッチング。先ほどのプレーです。4回の表が終わって5対2、バファローズこの回1点を返しています。タイガースリードで迎える4回です。今日2打点遠藤、投げた、縦のスライダー見送ってストライク。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、打った、これはいい当たりだ、抜けた、遠藤ナイスバッティングです。左バッターボックスには板山、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9投げた、危ない球。第2球投げた、打ったいい当たりだ、左中間のフライ、ワンバウンドヒットになった、一塁ランナー三塁へ向かう、板山ツーベース。さあチャンスを広げました。バファローズこの回1番からの好打順になります。トップバッターは平野、今日はサードフライ打ちました、板山掴んだ、サードから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番田代、第2球投げました、打った、ショートバウンド、一塁送球、遠藤軽快な守備を見せました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番中川、今日3打席目、投げました、初球打ち、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。小野この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって5対2です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは北、今日はショートゴロと打ちました、サード左へのゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者西村、投げました、打った、板山ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、西村いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番西野、第4球を投げました、高速スライダー、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。小野最後は空振り三振で仕留めました。6回の表が終わって5対2です。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは頓宮、さあ6球目、打ちました、フラフラッと上がった、山本交代、落下点に入った、山本掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番勝俣、今日はサードゴロとデッド、ストライク、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。小野降板、マウンドに上がったのは小林、今日2人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せる、打ちました、これは内野へのフライだ、掴んでこれで3アウトになります。7回の表が終わって5対2、タイガース3点リードは変わりません。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは遠藤、今日はここまで3打数2安打。第2球打ちました、1、2塁間のゴロ、あっと取れない、遠藤いいバッティングを見せました。バッターは3番板山、第9外角外れてボール。第2球遠藤走った、打ちました、ヒットエンドラン、ヒット、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ。
間に合うか。タイガース1点入りました。6対2。さあリプレイです。バファローズ、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは平野。初球を打ちました。山本取った。セカンドから一塁送球、アウト。平野、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。打った、引っ張った。片山、ボールを取る。アウト。片山ベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番中川。今日はここまで3打数。初球見逃し三振。小林、見事なピッチングです。小林、最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって6対2です。タイガース、ダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で遠藤、今日は3安打。初球引っ張った、ファール。初球ファールから投げました、ストライク。第3球は完全に外れた、ボール。次が4球目、投げた、ストレートはボール、外角へ。第5球投げた、打った、強い当たり、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは北。第9、初球打った、サード前方のフライになりました。板山、余裕があります。三塁キャンパス手前、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。小林、降板。右の望月、今日3人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、打ちました、抜けた。西村、ナイスバッティングです。左バッターボックスは6番西野。第2球投げた、引っ張った、一、二塁間へ抜いていった、ボールは中継。西野、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。打った、二塁ランナー三塁へ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。ゲームセット、タイガース圧勝です。タイガースが勝ちました。勝利投手は小野、敗戦投手は本田。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただ